江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、渓谷が生活するのに日本より良い点ということでね、スレッドが上がっておりましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。渓谷が好きな点。1、デジタル化がよくできていて、行政サービス、銀行サービスなど生活サービスが早くて便利です。2、税金が安い。贈与相続税は強盗だが、所得税、自動車税、住民税などは所得対比で安い。3、車の維持が、免許取得、自動車税、自動車検査にかかる費用、車庫証明なし、日本よりもはるかに安い。4、日本に比べて地震、台風など自然災害がはるかに少ない。5、公共交通費、電気代、公共施設の入場料など日本よりずっと安い。6、診療費や薬代など日本より安い。思い出すのはこれくらい。日本はまさにこれに正反対。 PM2.5 黄砂は渓谷より少なく空気が澄んで空が青い。あ、空が青いのはお金じゃ買えませんからね。はい、じゃあですね、こちらに対して、渓谷の反応見ていきましょう。はい、それでは1人目、こちら。1番は本当だ。日本の行政は、ただ速度の手続きも想像を絶するほど不便だ。今アメリカでも医療は大変だって、そういうの多い。全部合ってますね。でも日本の長所も書いておかないと親日派たちが走ってきますよ。あえて大日本と比較するなど。イギリス、ドイツに少し住んでみましたが、システムの古い国はほとんど遅いです。特にドイツは。2週間後に来いと言うではないか。何一つ処理するのに1ヶ月近くかかる。むしろ日本が天女のレベル。渓谷が不思議と早いんだよ。理由はデジタル化で、あれ何であれ。一番大きいのは地震がなくて台風が少ない。逆に日本がいい点は、雇用が渓谷よりはるかに多い。大企業に就職するのが渓谷よりずっと良い。雇用が安定的だということだ。住宅価格が安い。外食物価も今は渓谷より安くなった。スポーツなど趣味生活に良いインフラ。夜遅くまで店が仕事をしなくて不便でも早く寝る習慣を持つようになった。大体その通りです。日本にもちょっと住んでみたんですがね。日本が好きな点は、1、粒子状物質。2、趣味のスポーツが簡単で身近。3、食料品物価。4、ほとんどの趣味が渓谷より物探しが簡単です。その方よ。これくらいがすぐ思い浮かびますね。男は軍隊が大きいですよね。一番いい時代に軍隊で腐らないといけないから。外食物価はまだ日本の方がもっと高い感じ。同じ値段ならどうしても渓谷の方が中身も多くて充実していることは認めます。しかし渓谷は繁華街のランチがほとんど12000ウォン、約1320円水準について、日本はそれでもまだ1000円未満のメニューが多いです。もちろん渓谷が量も多いし、おかずの数は多いです。渓谷の国籍放棄者が1年で2万人。はい、じゃあですね、こちらに対してチャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではね、上の方からいきますかね。じゃあ日本にいる在庫に行ってやってくれよ。ねえ、ふん、こっち見なけりゃいいよ。へえ、すごいね。同族連れて帰っても露店行かな。ポンコツなデジタル化自慢されてもな。当たり屋の仕事がすぐできる。でも他人に壊されるリスクはあります。車庫証ないから毎度毎度トラブってんだろ、わら。車庫証明ないから逆にとんでもないことになってなかったか。安い安い言ってるけど安かろう悪かろうじゃん。日照りと洪水と PM2.5。トイレで踏ん張りながらキッチンで食事の用意ができるのは便利でしょうね。なんだ、金目のばかりだな。車検はないのか。そんな車によく乗れるな。中古車とか買えんだよ。他国見ても学習できないんだから意味ないだろうに、わら。補助ばかりさせて適正価格じゃないから政府やばいことになってんでしょ。自然災害が少なくても被害がシャレになってねえじゃねえか、わら。地震がなくても建物が壊れるってどうよ、わら。お前らのデジタル買ってくれかしか使えない不便な電子化やろ。
兵役で腐るって言ってる時点でお笑い警告群に花を添えてますね。自信はないがエアロビ教室でビル揺れてたよなお前ら。お金に困ったら日本に譲りたかりすればいいから楽でいいよね。国情を思えば軍隊で腐らすのは民族的な欠点。好き勝手やっても隣に ATM 国家があるから楽だろうしな。ビッグモーター警告進出のチャンスだぞ。ああ今ねもうまた盛り上がってるねビッグモーターの話ね。さっきヤフーニュース見たらビッグモーターの話でしたけど、すごいね。はい、じゃあですねこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。